グローカルクロストーク、イエイイエイ。はい、このコーナーは、グローカルマーケティング採用チームの私遠藤大志が、社内のいろんなメンバーをお招きしてお話を聞いていこうというコーナーです。今日は、採用チームリーダーの鉄さんこと鈴木哲司さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくございます。採用チームリーダーの鈴木と申します。よろしくお願いします。久しぶりのクロストーク戦、そうですね、っていう感じで緊張しました。これ何を言われるんだろうと思っていやまあ、もうあれは確か入社割と直後だったんですよね。だからもう1年以上経ってそうですよね、はい、はい、というところで、まあそんなこう当社での仕事ぶりみたいな部分も聞いていきたいんですけれど、今日はちょっと鉄さんには採用チームリーダーとしてまあお越しいただいていますので、はい、ちょっと今日はねクロストーク特別版というような感じでまあこれから特別感出していきましょう。あ、そうですね、ワクワクする感じで。あ、そうですね、はい、まあ、就職活動、学卒、まあ、はい、2、4卒って一般的に言われる、そうですね、はい、学生のこう就職活動の解禁がまあ間もなくというところで控えていますの で、ね、はい、ちょっとそんなところにスポットライトを当てながら、うん、これまでのキャリアでずっと採用に携わって、そうですね、来られて、はい、でいう経験だったりとか、うん、今は採用のご支援をしたり、そうですね、企業が採用活動を行う上でのご支援をしたりだとか、はい、まあ、今はうちでの採用も採用チームリーダーというところでやってくださっていますので、なんかそんな部分に採用担当者としての視点みたいなところでいろいろお話伺っていきたいなっていうふうに思いますんで、NG なしで。NG なしで。あ、わかりました。すぐ P を。すぐ P を使ってもらおう。編集なしで。編集はそうです、はい。そのまま取って出しなので。いや、これ本当に毎回思うんですけど、この場で言われるというこのプレッシャーが。プレッシャーとも何とも思ってないはずです。ああ、失礼しました。はい、楽しくセッションしている感じなんですけれど。はい、まあ、ちょっとじゃあ早速本題にっていうところで。そうですね。はい、こう、まあ、学生の方でこう今までだって何人見てきたんですかね。多分本当1000人とか本当にそのぐらいの感じだと思うんですけれど、なんかこう、はい、活躍する学生の学卒で活躍する人の共通点みたいな部分って何かあったりしますか。あ、そうですね、まあ、私前職メーカーで今はローカルでもいろんな新卒学生のことは面接させていただく機会ありますけれども、やっぱり活躍する人材として、まあ、一括りに言うのはあれですけれども、まあ、まず間違いないのがやっぱり何かこう、まあ、成し遂げた経験で言うと大それてますけれども、うん、しっかりと考え持って活動してるかどうか、まあ、もうちょっと砕けて言うと脳みそ使ったかどうかみたいな。ああ、なるほど。平たく言うと使ってますけど、平たく言うと脳みそ使って脳みそ使ってると思うんですけれども、脳みそ使った経験がある人ない人みたいなところではやっぱりその入社後のご活躍のイメージ、まあ、そこにどれだけ時間、やっぱ入社してからもちゃんと頭を使ってその物事考えられるか、物事考えるかどうかがかなり大きいかな。脳みそに汗かくみたいな感じですね。おっしゃる通りです。ああ、なるほど。この感覚というかってね、でもありますよね。そうですね、はい、それが結構重要。それはもう別に何でもいいんですよ。その別にサークルでも勉学でもそこになんかこだわりはないんですけれども、何か自分の中で頭使って何かを活動されてきた方っていうのは何にせよご活躍イメージが湧くし、やっぱり入社してからも思った通り のキャリアを歩んでいけてるなっていうふうに思います、ね、なるほど。それはそれこそ前職時代も感じてたし、そうですね、もういろんな職種の方採用させていただきましたけれども、やっぱり入社してからその部署 の先輩の人たちに聞いても、いや、あいついいよねっていうように聞くような人っていうのは学生時代にそういう経験なされてきた方がやっぱり多いかなっていうふうに思います、ね、うん、なるほど。じゃあ面接の時とかってなんかどこ見てるとかってあるんですか。ああ、なるほどなるほど。まあ、何を聞くとかどこ見てるとか、やっぱり表面的にその何かしら聞くと思うんですよね。その志望動機だったり、はいはい、学生時代頑張ったこととか絶対聞かれると思うんですよ、はいはい、でもそういうところで答える質問、まあ、ちょっと答えにそんなに意味は
持ってなくて、やっぱりそこからの深掘りで本音の部分、この人がどれだけその活動に対してコミットできてきたかみたいなところっていうのは見ていくことで、これを聞くというよりは、まあ、本当に会話の中でどれだけそういう面が見え隠れするかっていうところだけだと思います、うん、ああ、なるほどね、見え隠れね。なんで私よくその面接でアドバイスするんですけれども、この何ですか、準備しておけばいいですかとかって言うんですけど、何の準備もしない方がいいですって回答するのは、いつもそういう風な背景があって、準備してくるとなんか機械的に答えることになっちゃうと思うんですよね、はいはい、それが悪い、こういう質問が来たらこう答えればいいっていうもんじゃないってことですね。そういうことです。それを知りたいんじゃないんですよっていうことなんですよね。なんでその人がその思いっていうところはやっぱり深掘りしていかないとわからないと思うんで、準備のしようがないと言いますか、うんうん、会話でしか出せないものだと思うんで、準備はしない、これとこれを言うけど、あとはもう何ですかね、見ないでおくとか、そういうふうなこといつもアドバイスで、いやそんな無理ですよと思うんですけれども、自分のこと言ってるだけなんで、そんなに難しい。こういう話、こういう質問が来たらこういうことを喋ろうとかっていう準備は必要だけれど、一字一句この通りに話そうっていうことじゃなくて、それはってことですね。絶対やめた方がいいと思います、ね、なるほどなるほど、なるほど、そういうアドバイスを結構されるんですよね。そういうアドバイスです。よく聞かれるんですよね、やっぱりこういう担当とかしてると、はいはい、どこ見てるんですかとかって言われるんですけど、どこ見てるかって言われたらさっき話したところなりますけれども、それをどうやって見るかは回答のその仕方であったりですとか、まあ、準備の中で出せるものではないよというふうなところで、うん、日々の習慣みたいなところが生むところかもしれないですね。なんかいや僕、まあ今日ね、テスさんにお越しいただいている中、あれなんですけど、はいはいはい、僕、今、リクルーターなんで、学生の新卒の子たちとこうマッチング、面接するとかっていうのは、あんまりないですけど、はいはい、でも、キャリアの方だったりとかで間違えたりすることあるじゃないですか、うんうん、そうですね、僕はね、もう一点なんですよ、もう目、ああ、これ、たまに言いますよね。あ、分かります分かります、いい目してるかどうかみたいな、その、うん、それは分かる、目キラキラしてる人はね、やっぱりね、いいですよね、魅力に映りますよね。いやもうそう、いやでも目って、いやいや何言ってんのよって多分学生思うと思うんですけど、もう全然違うんですよこの目って。目ってね、本当あると思う、人を映すというか、まあ何て言うんですかね、その人の中身をよく映し出してると思うんですよね、うん、目薬差してった方がいいっすよ。そういう、そういうことじゃない、ね、ルルルされてもちょっと困るんですけど、大丈夫かなって思っちゃうんですけど。でも目ってやっぱあると思うんですよ。いや目はありますね。こう訴えかけてくるものがやっぱありますよね。はい、そのやっぱ熱意とかもそうだし、うん、そのなんていうんだろうな、そこで訴えかけてくるものってやっぱり絶対あるから、そこはすごくあるなっていうふうに思うし、なんか結局。ぶっちゃけ、はいはい、どれだけ本気でその会社に行きたいと思うかだったりするじゃないですか、面接って。いやそうですね、はい、ってなるとやっぱりそういうところって表面的に出てくるもんだと思うんですよ、ね、ああなるほどなるほど。それこそ当社はインターンシップ経由で、まあ、僕の場合はもう新卒でうち入ってますから、当社のメンバーとしの採用しかしたことないですけど、はいはい、でもやっぱインターンシップ経て来てるメンバーとかは、やっぱインターンの時とやっぱ違いますもんね。ああ、いやそれは、それをすごい感じますね。ですよね。だからなんかそういうところはやっぱ本気度とかって大事。もちろん企業のことをよく知るため、いや広くいろんなことを知るとか大事だし、まあね、その会社に行くとなったら気合い入れていくぞとかってまでする必要ないかもしれないけど、でもそういう、ね、こう心の中からこう湧き上がってくるものみたいなのはやっぱ結構見てますよね。大事ですし、それで言うならばインターンシップになんか最近新卒採用がなんかスタンプラリーとかで揶揄されることが、はいはい、要するにイベントに出た回数がどうとかと言うんですけど、それって本質的じゃなくて、結局そこの熱意の部分がインターンシップに表現されやすいだけなんで、ですよね、うん、いっぱい来れば来るほどやっぱそれは熱意のある学生だというふうに思いますから、我々はで、そういうふうにやっぱりゆっくり見る時間もありますし、そういうところで見た人が結果的にインターンシップにいっぱい参加して採用内定につながったっていうだけであって、インターンシップに出たから採用につながったわけではないですね、そういうことで表せる熱意とかっていうのがやっぱ目にも表れるしとかっていうふうな話ですかね。なるほど、
なんかでもそれこそ採用支援をいろんな会社さんにしてて印象的な部分とかってあります、はいはい、なんか面接の時に、まあ、採用支援とかってやってるとなんかじゃあ面接の中でどういうところチェックしましょうみたいな話とかあるじゃないですか、うん、ありますね、はい、なんかそういうので印象的なこととかあります、どっかの会社さんはこういうとこ見てるみたいなところ、はい、どっかの会社はこういうとこ見てる、それ言っていいのかなって話ですけど、やっぱその企業名まではね、はい、あれですけれど、そうですね、やっぱりその面接じゃ逆に言うと測れない部分を知りたがってる企業が多いなっていう印象が私はありますし、そこに対しても私はすごい納得感があって、なんであのこれはあの要注意していただきたいんですけれども、面接の言葉尻だけじゃなくって、面接の所作とかそれこそなんかトラップが仕掛けられてる、私は結構あのご支援した先にはトラップ仕掛けろっていう話もするんですけれども、あの本音が見える部分に対して何か仕掛けをしておいて、そこに対する対応を見るとか、はあ、そういうふうなところで本質的なところを見るっていうご指導させていただきたいというか、なるほどですね、ミシュランみたいですね確かにミシュランね、味じゃねえよ、そうそうそう、味だけじゃないみたいなあ、でもそういうところを見てるんですね、そういうところは、はい、でやっぱり考えられてるとか戦略的にやってるところはやっぱそういうところまで、本当にそういうスキルが必要だから、それを面接じゃ測りづらい、じゃあ面接以外のところで何かそういう仕掛け設けましょうみたいな流れなんですけど、まあ、面接で知りたいことが知れればそれがそれで OK ですし、うん、知れないのであればまあそういうふうなところも含めて総合的に見てやっぱり人材を受け入れるっていうふうなところをやってる企業さんは、まあ、私がお知らせ先もちろんですし、結構まあ増えてきてるんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど、なんか結構、うん、今の話は得だねですね、得だねなんか リアルな採用担当、まあ、そうですね、中身の部分で話すとご、はい、支援先の話ってことですもんね、まあとはいえ、まあ、全体的に今話されてたところ共通しますけど、結局飾らず自分がやってきたことを自信を持って話して、それをあれのそこが要はマッチする会社が欲しい、あるかどうかっていう話だと思うんで、そうなんですよ、ね、なんか特別難しいことやるとかじゃなくて、今までやってきたことをしっかり話せるようにとか見せられるようにしていきましょうみたいな部分がポイントになってる感じですかね、おっしゃる通りですね、結局そういうことを言えばっていうか、そういうような中身を見てちゃんと採用してる企業さんに入って入れば、まあ、長期的に見ると結局定着にもつながってくると思うんですよ、うん、で、まあ、なんていうの、極端な話、きっと、まあ、新卒採用で、まあ、こういろんな企業を受け入れると、まあ、お見送りになるケースだってきっとあると思うんですよね。でそれはその企業が単純にそこに合わなかっただけで、その皆様がその学生の方が下ったわけじゃない、ことですね、シンプルにその企業に合わなかっただけっていう風なマインドで持つことが大事かなっていうふうに思いますから、マインド持つこと大事ですし、マジでそう思いますもんね、うん、あの方ってこう、この会社さんだったらめちゃめちゃ活躍しそうじゃないとかってありますもんね、ありますあります、うちじゃねえんだよなみたいなだけの話なんですよね、そうそう、きっと一個別のとこ行ったら絶対伸びるわっていう、 うちのポジションとかっていうよりももっと高校で活躍できる部分あるだろうなみたいな部分ってやっぱり絶対ありますね、ありますあります、言うことありますしね、あ、お見送りの時に私電話で言う時ありました、うん、君はたまたまうちにはご縁なかったけれども、別の会社でもいいしたところの方が絶対合うと思うからっていうふうに伝えた学生も何人かいますね、うん、なるほど、そういうのもね、だ本当にその表面的な結果にだけ一喜一憂するわけじゃないです、泣くっていうところですね、ですね、はい、ありがとうございます。まあちょっといろいろとお話を聞きしましたけれど、はい、最後に、まあ、世の就活生の皆さんに、うん、何か就職活動に向けたメッセージをいただければなというふうに思いますし、まあ、当社としても24卒採用をやっていきますので、最後に、当社へのこう応募を考えてくださっている学生の皆さんに何かメッセージがあればいただければなというふうに思います。じゃあ就活全般っていう風なところで言うならば、はい、先ほどまあ、頑張ってきたこととかっていう風なところで言うんですけれども、自分、まあ、先ほど言ってた準備をしないっていうところに尽きるんですけれども、自分の振り返りだけは絶対した方がいいと思います。
そう。なので、その、まあ、あの、私も結構その、まあ、それこそ友人からとか普通にその就職活動のアドバイスしてくれて言われるんですけれども、別にアドバイスなんか何もなくって、自分が小学校高校からとずっと振り返っていって喜び感じる瞬間とかそういった喜怒哀楽を調べるだけでいいよ、まあ、自分史ってよく言ったりしますけれども、それさえやっていれば、あとはそれにマッチする企業を受けていって泣いて出たところが合うところだから、まあ、それに終始する就活であればそれでいいんじゃないかなっていう風な言い方をします。なんでもう本当自分史を作ることに注力すると、そこだけは絶対ないがしろにしないでいただきたいなというふうに思いますけれども、まあ、それさえやれば合う企業って必ずできると思いますから、うん、それでは頑張っていただきたいなというところと、ね、まあ、当社に言うならば、まあ、もちろんそのさっき言った要件ももちろんなんですけれども、やっぱり地域にどれだけ貢献したいかっていう思いがやっぱり当社では必要な部分になると思いますし、当社で今ご活躍いただいている皆様も結局そういう思いがある方が、なんですかね、ずっと何か必ず辛いことってあると思うんですよね。そういう何か辛いことがあったとしてもくじけずにずっと続けてられるんで、その結果にコミットできるような形になっていると思いますから、その地域を良くしたいとか、自分別に長岡だけじゃないですよね、自分の好きな地域にどれだけコミットできるかっていうところを大切にできる人は当社では絶対活躍できると思うので、そういった方々のご応募をお待ちしております。はい、ありがとうございます、ね、たくさんの方とねまたお会いできると、いや本当そうなんですよね、うん、すごく嬉しいなというふうに思います、はい、いっぱい面接させてください楽しいですよね、でもマッチングってね、結局すごい楽しいです、はい、そうそう、まあ、やっぱり就活も特に新卒の就活ってまあ一緒に一度ですから、うん、まあ、楽しんでやったもん勝ちみたいなのがあると思うので、ね、ぜひね、そんなマインドで、就職活動頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。で、当社は、また2月にもインターンシップ開催していますので、当社をよく知っていただく、こう、すごくいい機会になるかなというふうに思いますので、また概要欄から、飛んでいっていただいて、情報をキャッチしてもらえればなというふうに思います。また、OB 訪問とか OG 訪問みたいなことも積極的に受け入れています。テッサンにちょっと話聞いてほしい、相談乗ってほしいだったりとか、お気軽に、はい、はい、いただければと思います。私のところもこの冬ももう 2,3 人ぐらいまで人気あって、私一人もいない困らない、まあ、いただいているので本当に遠慮なくいろんな方とお会いする機会を作れればなっていうふうに思っております。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。そうですね、ぜひグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ではまた。